はい、ゆうき。皆さん、こんにちは。Hi, everyone.、This year, I was gonna,、well, I was gonna, first of all, I was gonna do this little tree, and it fell from the table because it's very light. And then I brought out some big tree,from another room.But somehow I didn't feel like putting up a big tree this year. So I decided to just do this little tree. Okay. It's a tiny, tiny, I think, 3 feet tree. So, 大きなツリーを、一応出してきたんですけれども、なんかね、本当はね、今年はこの小さいツリーを最初からしようと思ってたんですけど、これを最初テーブルの上に置いて飾ってたら、すごいこれ軽いもんで落ちちゃって、オーナメントが壊れちゃったんですよね。なので、大きいツリーにしようかなって思ったんですけど、なんか、別な部屋に置いてたらちょっとホコリっぽくなってて、こっちに運んできたらなんかちょっと咳込んじゃったんで、このまま小さいツリーでいいかなって。これちっちゃいんですけど、顔出しせずに。あ、これはゆうきのおもちゃなんで、これはオーナメントじゃないんですけど。ギン。Hello everyone! Hello everyone! Yuki's toy! Ah! Thank you! Yeah! Oh, I love you! Ah! Genki ne, anata! Boku tonde iku! Wah! カメラを避けてました。ちょっとね、今日は元気がなくてお顔出しはできないんだけど、まあ、ちっちゃいツリーでね、結構ね、これもね、かわいいの。見えるかな？うちょ、うちょ。なんか後ろにさ、夏のクーラーがあるけど、そう、寒いんだけど半ズボンな。なんかいろいろとエモーショナルな日を過ごしてしまいました。昨日からいろいろとあって。一緒。一応ね、ドジャース、これ買った時もね、青いキラキラつけてたりして、やっぱりドジャースがテーマなんだよね。なので、ちょっと暗いかもしれないんですけど、暗い方がこの電気がね、見えるでしょ。なんかちょっとね、変な髪型してるの今日。あ、見えないね。よいしょ。なんか、放送用の格好してないからな。録画しようと思ってなかったんだけど、録画始まっちゃったから。これはね、毎年こう、バニーちゃんがいた頃からのね、オーナメントで。ウサギがドラム叩いてるやつ。結構適当に今やっちゃってるけど。まだ、よいしょ。去年のワールドシリーズチャンピオンになった時に買ったオーナメントですね。結構これ重いから、そうなんですよ、この木がね。 This tree is so light, but I bought this tree top. Can you watch it? Can you see it? This tree top? I just bought this for this tree, so
目立たないね、このワールドシリーズのね。でも重たいからあんまり下の方につけてもね。 It's a tiny tiny tree。 難しいよね、こう一回つけて終わらないでアジャストしていくという感じですよね。なんかあれだよね、今日ブカブカの、せめてこれを脱ごうか。結構今日寒いんですよ。ねえ、これあのブカブカの脱ぐとあんまり太って見えない、うん、この冬なのに短パンを履いているという。ゆうちゃんお手てダメよ、ゆう。これ毎年ね、ずっと前にあの息子たちにもらったオーナメント、バパニちゃんのね。もうちょっと木が小さいから難しいよね。うん、確かに難しい。こっち、もうちょっとこっちか。この辺り。これはちょっとね、バニーちゃんに似てない。She or he doesn't look like my bunny.、Because、the ears kind of in the back like this. My bunny John's ears were not like this. But it's a nice glass ornament. やっぱりドジャース中心のね、It's a Doja tree every year, so you know, featuring the Dodgers, so always。 暗いよね。これでも、あ、逆にこの方が綺麗じゃない。小さいからね。よいしょ。まだある。でもこれだと真っ暗で見えないでしょ。It's too dark, right? ほんと YouTube 難しい。なんかほら今まではね、年に1回とかコンサートとかでしか会えなかったのに、 YouTube こう始めたら人々との距離が近くなるから、それによっていろいろな感情がね巻き起こる。なんか私から期待することもあるし、ファンの方が期待することもあるし。あら、ゆうちゃん大丈夫？なんかその親しき中にも礼儀ありみたいなのがなくなる部分もあるっていうのかな。難しい。本当はアーティストはミステリアスでずっといたいし、 YouTube とかしなくても食べていけるんだったら、あ、別にそんなに稼げてるわけでも全然ないんだけど、なんかそういうプラットフォームがなくても蓄えがいっぱいあるんだったら、多分もう引退してるし、 YouTube なんかやってないと思うし、お金持ちの旦那さんまがいたら本当に遊びで音楽やるだけで仕事はもうやめてると思うから。だからもうね、すごいもう蓄えができちゃって音楽引退しますみたいな人がいるときは本当に羨ましい。もともと音楽好きでやってたのに、それをしないともう生きていけないみたいになっちゃったから辛い。でもそれしても生きていけないのよ、はっきり言って。うん、よいしょ。これ重たいからな、あんまり重たいのここにぶら下げない方がいいな。よいしょ。これはね、キツネさんのね、あのバレリーナのオーナメントだけど、キツネだけど勇気、勇気がちょっとキツネに似てるからさ。Hey, Yuki. You look like a little foxy. You're a little
foxy dog. You're a little foxy. You're a little foxy dog. You're a little foxy. You're a little foxy dog. You're a little foxy. You're a little foxy dog. You're a little foxy. You're a little foxy dog. 遊んであげるよ、もうちょっとしたら待っててね。よいしょ。なんかすごいかっこ悪いこんなズボン履いて、なんかね上手にできないでしょ。木が小さいからね、重たいオーナメントだとね連れ込んじゃうし難しいですよ。こういう感じです。最近ね、ゆうきのことリトルフォクシーって呼ぶんだよね。これはね、ファンの方が作ってくださったゆうきのね、写真のお名前。はぁ、いい場所にね。リトルフォクシー、Little foxy dog. Foxy dog. ひゃー。これで全部かな、そこにあったオーナメントもね。これだとね、小さすぎるとは思うけど、なんか後ろのカーテンとマッチしないね。実はね、本当にね、すごいちっちゃいね、青いツリーもあるのね。それがバニーちゃんの、前バニーちゃんが住んでた机の下のところに、私の仕事のデスクのところに、音楽の仕事のデスクのところにあるんだけど、まあそれはね、また見せるとして、ゆうちゃん当ててダメよ。ジンジン。ジジジジジン。これは誰ですか？ライオンですか？ゆうき。ゆうき。あってきょうだい、おかわりパッ、あってきょうだい、おかわりパッ、あっぱーでーでで でん元気なゆうきよ。ねえ元気ねえ、ここに来て、ここに来てんよ。あー、Did you forget about me? You prefer lion? はい。放送中はおとなしくしてるけどさ、ちゃんと元気よ。わー、ちゃんとカメラをね、避けて歩くから偉いでしょ。てんてん。ライオンかー。とりあえず今日はこんな感じでいいかな。てっ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 て。ラランラン、タイニートリー。タイニートリー。はーい、そんな感じでした。また今度の土曜日にね、日曜日にね、See you this Saturday, okay? Last year's world champion Los Angeles Dodgers. Yay! ゆうちゃんかわいいですね。はい、見せてください。かわいいカラーをね。はい、クリスマスカラーよ。はい、ペコちゃんとゆうきのお着物。それから後ろに以前絵を描いてたスクリーンを置きました。これで雑然としてませんね。はい、ゆうちゃん撮りたいね。それ撮りたいね。撮りたいね。